とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワーシーズン9、本日ラストとなっております。昨日がね、なかなかいいのが出たんだよね。武器が2ついいの出てます。今日は、何が出てきてくれるか。防具いいのくればいいな。弓でもいい。では、20周、行きましょう。一発目から来い。来なかった。一発目はまあまあこんなもんか。重力1。いやーでもね、リフレッシュつけたとしても成長するスタッフじゃちょっとなー、ちょっと弱いんだなー。総合火力はね悪くないんだけど、ちょっと戦いにくいんだよね。リーチが短い。はい、ダメだな。次行きまーす。2回目もよろしくないねー。ダイヤモンドのツルハシ、これいけるんじゃないかと思って使ってみるけど、やっぱダメなんだよね。リフレッシュつけてやってみたりしたけども、どうしてもね、やっぱりリーチが足らない。リーチが足らないのと、攻撃範囲がいまいちなんだ。横に広がってないから。だからちょっとね、いまいちだったんだ。フレイルか、達人か、次行きます。どうだ、まあまあまあ、クリティカルはいいけども、下がリフレッシュと、いや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 。やっぱこれは、ユニークの方がいいよ。虚無は入ってるけども、まあユニークの方がいいんじゃないですか。まあ見た目もね、色がかっこいいし、はい。今持ってるやつの方が多分いい。で、ハープ、あー、ダイナモハープだね。ダイナモハープ。でも、いるか。あー、コントローラー落としてもらった。いるかな。もうすでに、まあ、ダイナモ2だけども、あるんだ。あれで十分なんだよな。まあまあまあ、とりあえず、ゲットですね。無限ダイナモハープ。お願いします。おおおおおお、これ黄金でクールダウン2以上がつけば最高。ポーションバリアとドッグフォーカスついてるでしょ。で、一番右、もう8でもいいし、8だな。お願い、クールダウン。バカ野郎か。バカ野郎、ソウルフォーカスなんだこれ。いらん。いらんよ。何、もう、下良かったのよ。下良かったんだよ。惜しいな。惜しいな。刀いらない。プレートアーマーいりません。惜しいよ。惜しい。次行く。来い。違うな。まず持ってクールダウンもね、ほらほら、つかない。ほらほらほら。これさっきとほぼ一緒じゃん。ね。思わせぶりで下にポーションバリアとかついてさ、で黄金でソウルフォーカスだよ。さっきと一緒、それ同じ手段を取るな。よし、次行きましょうか。次お願いね。そろそろ来るか。来ないな。来ないね。まあもちろんダメやね。なんか衝撃の使い方をね教えてもらったんだけどね、ちょっとこれではないですね。はい。次行こう。どうだーん。まあ、ダガーダメね。踊り子もまあ、いりません。輝くローブいらない。おー、これか。ソルダンサーダメ。ラギッド、もともと、クールダウンついてるけども、ポーションバリアもなしか。ダメですね。どうだ、勇者ワンチャンある。勇者ワンチャンあるよ。頼む。ああ、また、またなんか、さっきもこんな、あ、違うか。さっきとはちょっと違うわ。いや、でも、惜しいんだよな。本当に、かする感じなんだよね。かする感じなのよ。ドッグフォーカスあって、ポーションバリアあって。あと、クールダウンでしょ。なぜつかないかな。
次行きます。10回目。なんだこれは、10回目よろしくないぞ。よろしくないね。あークールダウンがついてる。頼む、勇者英雄出てるから出る可能性あるけどな、どうなんだろう。では後半戦張り切っていきましょう。それでは後半戦ですね。残り10回、クールダウンついてる。でも他が良くないな。やっぱりね、クールダウンと今はもうポーションバリア、その2つがどうしても必要になるんだよね。難しいとこに行くとなると、その2つはどうしても欲しいんだ。次リゾルトテンペスト、まあいらないかな。はい、次行きましょう。ちょうどいや、アーティファクトかい。アーティファクトのクールダウンか、ポーションのクールダウンかと思った。ダメですね。よろしくないね。さっきね、高級商人で 6% 吸収とポーションバリアの 40% オフが出たのよ。でもクールダウンもポーションバリアもついてなかった。残念です。はい、次行きましょうか。バブル、あ、ダメだね、ダメだ。バブル最近いいの全く出ないね。バブル、いや、というよりもあれか、クールダウン編成がまずもって最近出ないんだな。これはクールダウンショットついてるか。でも編成になるとちょっとついてませんね。はい、次。ダメな流れだな。フォロー、いやー、回復ないね。いや、もともとあれか。吸血はついてるのか。いや、ダメっすね。最後、もうちょっと来て。お願い。お願いします。どうだ？ダメだ。ダメだな。まあ、谷の小玉は、ワンチャンあるか。どう？やっぱダメだな。やっぱりつかないよね。この月のダガーもちょっと微妙か。やっぱリフレッシュは3欲しいんだよね。はい、次行きまーす。頼む、ダメだ。悪くは、いやいや、よくない。悪くはないかなと思いきや、よろしくない。もうちょっとだ。どうだ、ダメだ。黒狼いらないんだって。いらないんだってば。他もちょっと使えそうにはないっすね。はい、残り3回か。だいぶやったな。では、残り3回、頑張りましょう。残り3回、ピンクスコンドレルが来た。ピンクが来たよ。まあ、この2つは、まあまあ、お。あ、いや、まあ、いらないかな。ピンクどうだろうか。ダメだ。一個もついてないな。欲しいやつが一個もついてない。いや、使えないよね、こっちは。いや、微妙でしょう。じゃあ残り2回。残り2回。強子はね、ポーションバリア1がね、ちょっと使いにくいんだ。まあまあ、クールダウンはついてなかった。トリックでもいい。トリックでもいいんだよ。エンチャントが良ければ。でも、ダメだな。サンゴは弱いからね。はい、では、次。ラスト。シーズン9、次がラストですね。何が出るかな？ラスト！まあ、ピンクスコンドレルはあるよ。あ、待って、魂のフィスト？いや、もともとこれが弱いからね。もともとが弱いから、いいか。なんかエンチャーは良さそうな感じだけどね。輝き。で、
これにリフレッシュ入れたところでってところだもんな。まあいいや、次見てみましょう。ソウルダンサーはクールダウンなしです。ピンクスコーンドレル頼む。シーズン9最後。ダメだ、アーティファクトチャージしか入ってないか。いや厳しかったですね。まあまあ昨日はね結構いいのが出たので、まあシーズン9外れではなかったんですけども、今日ねラストもうちょっと出てほしかったですね。はい、ということで、シーズン10始まりましたら、生放送で攻略していきますので、ぜひ見に来てください。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。